みんなで協力してね、今日の大会が成功に終わるように、していけたらなと思っています。第68回の沖縄県民体育大会空手道競技の開会を宣言いたします。大会長挨拶。沖縄県空手道連盟会長照屋光栄がご挨拶を申し上げます。おはようございます。県民大会を開催するにあたり一言のご挨拶を申し上げます。第68回県民体育大会空手の競技が自然と歴史が共存する町富城市において開催されることは大変意義深いものがあります。皆さんのご存知の通り、沖縄空手会の念願であった空手会館がいよいよ来年3月にここ富城市で開館いたします。世界から空手愛好家を招き、沖縄の伝統空手の継承並びに普及発展に資する拠点として大いに活用されることを期待したいと思います。さて、空手道は2020年東京オリンピックの正式種目に決定され、世間の関心をさらに高まってきており、先月にはオーストリッチで開催された世界空手道選手権大会において本県出身の喜友名諒選手が個人で優勝し2連覇を達成すること とともに、金城新太、上村拓也選手とともに挑んだ団体競技においても初優勝を成し遂げました。沖縄空手を世界へ届かせることは県連としても誇りに思うところであります。2020年東京オリンピックでも必ずや沖縄からオリンピック選手が挨拶され金メダルを獲得することを信じております。さて、今回大会は沖縄県12市民により189名の選手が出場しております。各市民の選考を勝ち抜いた選手たちの皆様には各市軍の代表として日頃の稽古の成果を十二分に発揮し、空手行動で熱い戦いを展開してください。そして最後まで諦めない気持ちで勝利のために悔いのない残らない試合をご覧ください。終わりになりますが、本大会開催にあたり防災連県代表をはじめ大会役員、審判、補助員などご尽力いただきました関係各位に敬意を表し、共に深く感謝申し上げます。平成28年11月26日、沖縄県空手道連盟会長、照屋光栄、ありがとうございました。コート準備はよろしいですか？
し個人組手を行います。選手、審判団、正面に礼。お互いに礼。競技を開始してください。
Let's go!
Thank you.
男子個人組手2回戦を終了します。競技を開始してください。Thank you.
はい。
Thank you.
Thank you.
して午前の日程を終了します。午後は1時15分より男子続きまして選手の紹介をします。赤沖縄市中ほど料理選手、青那覇市赤峰浩二選手、選手審判団正面にレイ、お互いにレイ、競技を開始してください。
ちゃんとしてあるのかなと思います。